奈良マラソン2018下見映像をお届けしております。天理大学グランドフェンス前北側、ここをフェンスの中から当日は出てきます。約 31.6 キロ地点ということは、ここのフェンスを出てきたら残りはあと大体10キロぐらいだと思っていただければ結構かと思います。奈良マラソン2018下見映像5分の5ラストです。この映像で奈良電フィールド鴻池陸上競技場まで帰っていきます。はい、さっきね登ってきたところなんですけども、ここから今度は逆に下っていきます。長い下り坂です。もうね、その前に長い下り坂上り坂いっぱい経ておりますというようなところで、かなり足に来ているはずなのです。残り10キロ、要するに約32キロ地点まで来ているってことは、体力的にもそこそこ来ている。で、この下り坂です。絶対にペースアップしてはいけない下り坂でも、タイムも気になるからついつい行っちゃうというところで、この先にやってくる上り坂で足が終わる、こういう経験を私はしました。奈良マラソンもね、もう毎年走ってますので、コースは本当にもうよく覚えております。何回もこの試走映像も撮ってるし、それから何人か連れてね、試走に行きましょう言ってね、行くこともあります。年に何回もこの道路は走るわけですから、まあもうだいぶほんまに道のことは覚えましたけども、 42.195 キロきっちり走り切るっていうところまではなかなかしんどいもんですよね、本当にね。はい、今言っておりましたその先の上り坂で足が終わりますよという上り坂にここから入っていきます。竹やぶの中をね通過していくわけなんですけども、まあ、道路も狭くなりました。はい、ここからはもう帰り道のランナーだけです。はい、交差することはありません。皆さん同じ方向に向かっていきます。まあ、ここまで来るとね、帰りはかなりばらけているはずです。はい、ということでね、おしゃべりをいろいろしながら思想映像をお届けしているわけなんですけども、奈良観光ランの話途中になっておりましたけども、まあまあまあ別にね、そんなきっちりとなんか説明しきらなあかんということでもないんですが、とにかく観光ランニングという言葉でいくと、奈良はものすごく適していると思います。京都は走らないんですか、京都で企画しないんですかっていう質問を時々いただくんですけども、まあ実際私が京都を知らないからまあ企画しないっていうこともあるんですが、京都を観光しながら走るっていうことは実際じゃあできるのかということを考えながら京都を歩いてみたことがあるんですね。無理です。観光客があまりにも多すぎて、観光スポットから観光スポットから観光スポットへの移動に関しては走っていけないですね。まあ要するに、そうですね、じゃあなら神戸だったらできるのかって言われると、これまた無理ですね。まあ坂が多いっていうのも一つあるんですけども、やっぱり観光客があまりにもスポットとスポットの間を移動する観光客がとても多いので難しいですね。じゃあ大阪はできるかって言ったら、大阪の観光スポットってそうですね、まあ大阪城とか通天閣とかありますけども、その間移動するのにはとにかく車に注意しなければいけないというリスクがありますよね。まあ今ちょっとまあ3つだけ参考のために回り出しましたけども、奈良というのはですね、程よく観光スポットが固まっていて、観光スポットと観光スポットの間を車で移動される、あるいは交通機関で移動されるということが、まあ、結構多いものですから、その間を
ランニングで移動するというのが結構行きやすいんですよね。それは飛鳥へ行ってもそうだし、桜井へ行ってもそうだし、あと、へぐりというね、ところで古墳がたくさんあるんですけども、まあそこへ行ってもそうだし、まあ一部分ね、その春日大社、東大寺周辺だけですよね。走るのはちょっとやっぱり難しいから、ここの区間は歩きましょうとか言って歩いていくこともあるんですけども、もう本当にね、観光ランに適したのは奈良。もう間違いないですね、これはね。とってもいいです。なので、これからもね、奈良観光ランニング続けていきたいと思いますので、まあ、よろしかったらね、この奈良マラソンを走ろうというブログだけではなくって、enjoyland.com の方もご覧いただければとっても嬉しいです。enjoyland.com って、まあ、いつも呼んでるんですけども、ブログのね、正式タイトルは、整体師に学ぶマラソンによる筋肉痛改善方法とフル完走ノウハウ。これがね、ブログの正式タイトルです。長ったらしいよね。まあでも、enjoyland.com で覚えていただいている方も結構たくさんいらっしゃるんですけども、まあ要するにそのタイトルにあるように、フルマラソンを走るための筋肉痛改善、それからフルの完走ノウハウ、というものを、まあ、たくさん書いているわけなんですけども、書き始めたのが2011年7月からですから、もうだいぶなりますよね。で、そうですね、2018年の9月時点で、累計で373万人の方が見に来ていただいております。まあ、かなりね、たくさんの方にいただいているわけなんですけども、まあ、その enjoyland.com の中で、まあ、いろんなノウハウを書きながらもイベントも来て企画していこうかなということでやっているのが奈良観光ランなんですけども、まあだいぶいろんなところを巡っていきました。のんびりと観光しながら走っていく。だから走るっていうことに特化する人にとってはちょっとまあ向かないイベントでもありますよね。ですからどちらかというと初心者の方とか走るのにあんまり慣れてないような方、例えば20キロ行くのにあたっていやそんなに走ったことがないんですとか、あるいは足手まといになるから途中で離脱できますかとかいうような質問とかお問い合わせいろいろあるんですけども、もう本当にそういうことに気になさらずに、こう自由に、自由にっていう言葉ちょっと違うな、気楽にやね、お気楽に参加していただけたらいいなと思ってます。基本的には7分半ぐらいのペースで走りますよと言いますけども、まあまあ本当に上り坂になったら歩いてたりとかもするし、まあお散歩するような感覚で観光しに行ってる、でも移動の間は軽くランニングしてますよぐらいの気持ちですからね。まあいろんなところ行きますけどもね、本当に、奈良の、そうですね、地理に関しては私は随分と詳しくなったんじゃないかなと思います。もう地名聞くだけで、ああ、あそこねとか、ああ、こういうのがありますよねとかっていうことを頭の中でいっぱい思い浮かべることができますからね。まあでも歴史ガイドはそんなに詳しくできませんからね。まあ歴史ガイドに関しては帰ってからご自身で勉強していただきたいなと思っております。その奈良観光ランというのを始めたきっかけが、このそうですね、下見映像5分の1で最初にお話をしていたきっかけになるんですけども、奈良マラソンのコースそのものを走っても奈良観光として楽しめるような、見て楽しめるような建物、古墳、そのようなもの、そうですね、見て楽しめるものがとても少ないということがあったので、私自身でいろんなコースを作ってみたわけです。こんなコース走ってみたら楽しいんじゃないかなって、それがまあ
今までまあ何十というコースを作ってきたわけなんですけども、実はこの奈良マラソンの裏コース、裏道コースっていうのも作っております。奈良マラソン42キロなんですけども、そうですね、行きコースと帰りコースで2つでまあ割ったんですけども、このね裏道コースがねすごい面白いです。あんまりね企画したけども、その雨で流れたりとか、そうですね、イベント企画としてはそんなにたくさんは走ってないんですけども、個人的には何度も走ってます。裏道コース、裏道に入るってね興奮はあるしね、そうですね、神社もあるしね、いろんなものがたくさん見れます。なので奈良マラソンの裏道コース、そうね、今年2018年はちょっと企画秋にはしきれないなという気がするので、2019年には裏道コースぜひもう一回企画をしたいと思いますので、enjoyland.com の方でも、あるいは奈良マラソンを走ろうというブログの方でも呼びかけをしたいと思いますので、参加していただければ嬉しいなと思います。奈良マラソンが100倍楽しくなるというようなキャッチコピーをつけております。もう実際ね本当にね100倍楽しく感じられます。感じさせてあげます。もう言い切っときます。もうめちゃくちゃ楽しいですからね、行きコースと帰りコース2つコース作っておりますので、ぜひそんなのもこれからもチェックしていただけたら嬉しいなと思います。とおしゃべりをしておりますと、随分と奈良マラソンも帰ってきました。県庁前まで帰ってきましたね。先ほどの交差点はね、試走するときはこの道路を渡って行ける横断歩道も歩道橋もありません。地下道がありますのでね、地下道を走ってください。さあ随分帰ってきましたよね。鹿注意のマークが道路にもたくさん書いてありますけどもね、本当にね鹿があちこちでいっぱい歩いておりますのでね、ランニングしながら鹿に遭遇することもきっとあると思います。奈良マラソン2018試走映像をお届けしておりますけども、この信号ね、正門前、これね読めなかったです。最初図書館に行って何て読むんですかって尋ねても知らないって言われて、いろんなものを調べたんだけど誰も知らないって言われて、まあもうちょっとねちゃんとその事務局へ本当は聞きに行きゃ最初から良かったのかなとかって思うんですが、最初は焼け門前と呼んでました。正門前だそうですね。門が焼けた跡が残っているところが先ほどの右側のところにあったんですよ、ね、ちょっと映像ではお届けできなかったんですけども、マラソン大会当日も多分気づかないと思います。左へ曲がっていきますからね、右側にありますので、試走の時にねそういうようなところなんかは、あ、これがそうなのかって言って確認なんかしていただけたら嬉しいなって思ったりもします。奈良の好きな人はね、奈良を走りたいっていう気持ちで全国から集まってこられます。奈良観光もねしながらこの奈良マラソンも一緒に楽しんでいただけるのではないかなとは思うんですが、はい、最後の道路にやって帰ってきました。奈良マラソン2018終盤です。安らぎの道という道路なんですけども、一番最初号砲が鳴ってスタートをした道路がこれです。そしてラスト 1.5 キロぐらいが上り坂です。この坂を上り切って終わりではないんですよ。まだそこからね、上り切って終わりやーと思ったら、もうちょっとねトラック半周ほど走らされます。いえいえ走りますね。奈良マラソンもこの上り坂で最後になります。思想映像をこうやってね9回目作りました。どんな感じにね見ていただいたのかちょっとわからないですけども、初めて奈良マラソンを走る方にとってはお役に立てるんではないかと私はそう信じております。奈良マラソンを走ろうというブログの方にでもまたよろしかったら
コメントなどいただけたら助かります。はい、奈良マラソン2018下見映像をお届けをしてきました。奈良電フィールドへ帰ってきました。当日はこのフェンスが開いておりまして、中へ入って左側からくるっと回っていってトラックに入って半周したらフィニッシュです。奈良マラソン2018思想映像をお届けしました。いかがでしたでしょうか。奈良マラソンを走ろう、そしてエンジョイラン .com のりょうがお届けしました。それでは当日元気な姿でお会いしましょう。